アルメンサルキシャンは、アルメニアの政治家、物理学者、コンピューター科学者、第四大アルメニア大統領、首相、中イギリス大使を歴任した。1953年6月23日に、ソビエト連邦のアルメニアソビエト社会主義共和国のエレバンに誕生する。エレバン国立大学理論物理学、数学部卒業後、 1976年から1984年まで同大学の物理学助手の地準教授を務めた。1988年には理論物理学部に複雑系コンピューターモデリング学科を立ち上げ学科長に就任した。その後、ケンブリッジ大学から客員研究員として招かれ教授にまで昇格した。アルメニア共和国国立科学アカデミーや アルメニア国立競争力評議会のメンバーにもなお、連ねた。1991年10月、サルキシャンは在ロンドンアルメニア大使館を設立した。これは、アルメニアが西側諸国に初めて立ち上げた大使館であった。これを契機に、サルキシャンは欧州連合やベルギー、オランダ、ルクセンブルク、バチカン四国の外交団にも加わった。 1995年から1996年には EU 駐在のアルメニア代表部長を務めた。1996年11月には大統領のレボンテルペトロから首相に指名され、1997年3月20日までの4ヶ月間在任した。首相辞任の理由については、公式には病気療養のためとされたが、国防省、 マスゲンサルキシャンとの確執が原因との見方も上がった。その後は欧州復興開発銀行の総裁特別顧問を経て1998年から2000年まで EBRD 理事を務めた。1998年には中イギリス大使に任命され大統領に就任する2018年4月9日まで務め上げた。サルキシャンはハーバード大学。 ケネディスクール学部長諮問委員会委員、シカゴ大学、ハリス公共政策研究大学院学部長、諮問委員会委員、国際研究交換委員会理事など、複数の国際機関の役員を歴任した。イギリスのクイーン・メアリー・ウェストフィールド、カレッジ数学部からは、名誉上級研究員として招聘された。2013年からは、アルメニアのディジャンに本部を置く。 インターナショナルスクール表議会に勤めている。アメリカの国務長官マイク、ポンペイオと2018年1月、サルキシャンは大統領のセルジ・サルキシャンから2015年の憲法改正も初めて実施される大統領選に与党の共和党から立候補するよう要請された。セルジの後押しに加えてアルメニア革命連盟やザルキアン連合といった政党もこれを支持し、 3月2日に、サルキシャンは国会における投票の結果、大統領に選出された。この大統領選に立候補したのは、サルキシャンのみであった。大統領就任式は4月9日に、エレバンのカレンデ・ミルちゃんコンプレックスで行われた。就任式終了後には、エラブルール国立墓地を訪問し、国防省のビゲン・サルキシャンと共に記念碑に花輪を捧げた。 サルキシャンの大統領就任式が行われた日、カレン・カラペチャン率いる内閣は、総辞職した。新首相の選定には1週間を要したが、4月16日に、前大統領セルジ・サルキシャンが、与党の国会議員の全員一致で首相に推挙され、4月17日に国会の承認を受けた。しかし、セルジの首相就任に対して、大規模な抗議行動が発生したため、 セルジは6日後に首相を退いた。このため、カラペちゃんが暫定首相に任命されたが、5月8日にニコル・パシニャンが59票対42票で次期首相に選出された。5月26日、サルキシャンはグルジア民主共和国の成立100周年記念行事に参列するため、ジョージアのトビリシを訪問した。これがサルキシャンにとって、 初めての外国公式訪問となった。滞在中には、ジョージア大統領のギオルギ・マルグベイラ・シビリや、ジョージアの夢代表のビジナイバニ・シビリ、フィンランド大統領のサウリ・ニー・ニストラと会談した。2018年6月には、大統領の権力と首相の権力の均衡を図る憲法改正を提案した。2018年11月11日の第一次世界、 大戦終結100周年に際しては、スイス放送協会のインタビューの中で、アルメニア人虐殺に関し、トルコ大統領のレジェップ・タイップ・エルドアンに次のような言葉をかけたいと述べた。はじめに、大統領にご挨拶を送ります。我々は共に話し合うべき問題を抱えていると思います。あなたは、トルコの大統領。私は、アルメニアの大統領です。私の家族、 祖父母はエルズルム、バン、そしてビトリスの出身で、それぞれの土地に家族の歴史があります。両国の関係について話し合いを始めようではありませんか私たち個人について話そうではないですか ?2019 年10月22日の即位礼正殿の儀に参列し、10月24日には迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。 2020年9月27日に勃発したアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ紛争ではアルメニアが事実上敗北し11月10日より発行した停戦合意では30年間支配下に置いてきたアルツァフ共和国の領土の大部分をアゼルバイジャンに返還することとなった。しかしサルキシャンは事前に停戦合意の内容を知らされておらずニコル・パシニャン首相が合意を受け入れたとして批判。 国内からも批判の声が高まり、大統領令でゾラブ・ムナチャカニャン外相と警察当局の治安維持軍司令官を解任し、また11月17日にはパシニャン首相にも内閣総辞職と総選挙の実施を要求した。妻はマテナダランに勤める研究者のヌネ・サルキシャン。二人の子がいる。イギリスに滞在経験があるため、アルメニア語とロシア語に加えて、 英語も堪能である。2011年12月までは、イギリスの市民権も所有していた。2019年4月時点で300万ユーロ以上の総資産がある。ありがとうございます。